いくよ。どう、うまい？最後のこれ何？これ壁が迫ってきた。壁か。うん、面白いよ。面白い。ゴールデンウィーク中ね、ずっとパントマイム練習してたんだよ。暇すぎる。まさたかが遊んでくれなかったからだよ、仕事で忙しいとか言ってさ。ごめんごめん。あー、でも本当に俺さ、もうルリと一緒にいる時間大好きなんだよ。私はまさたかとこうやってふざけてる時間が一番楽しい。楽しいよ、もう一緒一緒にいたいって思うよね、本当に。ってことはなんだけどさ、まあ、一緒一緒にいたいっていうことを考えると結婚を視野に入れてもいいかなって思うんだよね。あ、うん。あれ？ん？あんまりピンとこない。まさたかって結婚したかったんだなと思って。したいよ。あ、そうなんだ。うん。なんか今までさ、そういう話しなかったから、なんかずっとこのままの感じで一生行くのかなと思ってて。いや、だって結婚っていいじゃん。なんかさ、この一緒にいるっていう覚悟ができるっていうか。私は結婚したくないんだよね。てか、したら良くなくなっちゃうと思う、私の人生が。え、ちょっと待って、それってさ、その俺と結婚するのが無理ってこと？そもそも違う、もうまさたかはもう本当にずっと一緒にいたい。うん、結婚もしどうしてもしなきゃいけないって言うんだったらまさたか選ぶよ。いや、なんかちょっとその感じだけど、できればしたくない、結婚は。できればしたくない。あ、そう、まさたかは結婚を善だと思ってる人？うわ、もちろん善だと思ってますけど。はあ、え、悪だと思ってるの？まあ、悪ってほどじゃないけど、まあ、良くないかなって。もしかしてさ、あのこの前一緒に見たドキュメンタリー番組に影響受けてない？あのなんか自由な生き方2024みたいなやつ。あれはもう全然本当に関係なくて、あの高校生の頃からずっとそう思ってたんだよね。あ、いや、そんな前から？そうそう、なんとなく。じゃ、なんでなんで？なんかさっきもさ、そんなようなこと言ってたけど、こう一緒になるみたいなことってさ、要はこう個人競技から団体競技になっちゃうようなところがあるじゃん。今スポーツの話。人生をこう競技と考えた場合に、その個人で走ってたのに急にこう二人三脚になっちゃう感じ。それが良くない？それはだからお互い助け合ったりしてみたいなところあると思うんだけど、私はこう私の人生みたいな方がこう生きてるなって感じするし、なんか相手にも迷惑かけなくないし、なんか、自分の人生を邪魔される邪魔ようなことがあるかもしれないじゃん。いやー、でもそれで言うとさ、その二人三脚っていうので言うとさ、俺の友達でも結婚してる人っているけど、なんかこう妻のために俺頑張れるんだよね仕事みたいな言ってんの見て、あ、素敵だなって思ったよ。あ、これ二人三脚、いい二人三脚じゃんって思ったよ俺。仲が良かったよね。喧嘩してさ、こうボロボロにどっちかが傷ついてたらそれに合わせて走らなきゃいけないし、もう仲悪くてもう足並みが揃わなくてガッタンガッタンでバッタンバッタンで転び合っちゃう時もあるかもしれないしさ、それは仲がいい状態しか知らないからだよ。まあ俺別にさ、仲が悪くてまで一緒にいたらいいとは思わないよ。その、離婚とかもありだとは思うよ、全然仲が悪いならね。いや、うちのね、家庭ってかうちの両親さ、離婚してないんだけど、そしてすごく仲が悪くもないんだけど、なんかずっとこうモヤモヤしてる感じがあったんだよね。なんか離婚するのはめんどくさいから一緒にいるのかなみたいな、なんかそういうすっごい仲がいい家庭じゃなかったから、なんか、まあ、両親にはちょっと申し訳ないけど、ちょっと妥協みたいなところを感じてしまって、だったらそれって相手にも失礼だし自分にも失礼だし良くないのかなと思ってさ。まあ確かにそういう関係でまで一緒にいるのはどうかと思うけど、それはあくまでもね、まあそういう家庭はあるけど、
俺たちはそうじゃなければいいんじゃないのって思うけどね。逆にさ、うん、どうしたいの？なんで結婚したいの？理由それて？いや、まあ、まずそのつながりが強固なものになるっていうのはあるよ。だってさ、ね、やっぱり血がつながってないわけでしょ。こうどこまで行っても他人って言ったら他人なんだけど、その結婚ということでやっぱ一個大きな結びつきができると思うっていうのはあるよね。それってさ、どっちかの独占欲とか所有欲を刺激することになんない？ちょっとな、な、え、難しい、難しい漢字をいっぱい言っちゃったんだけど、うんうんうん、私の友達なんかもさ、旦那さん、彼氏だった頃はすっごい優しくて包容力があったのに、うん、もうあの自由に好きになっていいよとかって言ってくれてたのに、うん、結婚した瞬間に、おい、あれやるな、これやるな、もうみんなでお金は使いましょうみたいな、趣味のお金使うなとか言ったりとか、急にこう一緒に感、もう同じ意思を持ってなきゃいけない感みたいなのが出てきちゃって嫌だって。まあそうね、いけない感が出ちゃうときついけど、でもこれ一緒にっていうことで救われることもあると思うんだよね。例えば老後とかさ、なんかこうその結びつきが弱いとこの老後助け合おうってならないと思うんだけど、やっぱりそういうね、この絆がより深いということでね、こう助け合えるとかってあると思う。結婚したから絆が深いはないと思うんだよな。あれ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 、現にさ、私たち結婚してないけどすごい絆強いし、うん、一人の人としてすごい正隆のことを尊敬して独立した人間としてね、うん、こう一緒の塊としてこう肩を組んでる感じじゃなくて、独立した一個の宝物なんだよね。トレジャー、嬉しいけど宝物は2つでいいんじゃないの？ダメ？まあ、ほんとさ、同じ宝箱に収まらなきゃダメですか？いや、すごくね、なんか言ってることすごく分かる、正直おっしゃる通りって思うんだけど、うん、まあ、俺ってさ、ちょっとルルより年上じゃん、うん、でさ、もう世代的にというか、うん、俺のね、両親もさ、ちょっと古い考えの人間というか、やっぱり結婚してほしい、うん、結婚してくれると安心すんだよねみたいなこと言ってて、それの期待にはちょっと応えたいかななんて思ったりもするみたいなところもあるんだよ。まあそしたらその、まあ、正隆がね、どうしても結婚っていう方法を取らないと辛くて辛くてもう耐えられないっていうんだったら、まあちょっと考えてもいいんだけど。そうだね、いや、うん、ちょっと今俺も話聞いてて、なんか俺ってこの周りの目気にしてないとか思っちゃった。世間体とか親の目とかばっか気にしてないとか思っちゃった、自分を今こう俯瞰してみて。えらい、うん、でも私もまだ子供だから考え方が幼いと思うので、あのこれからまた結婚に対して希望が持てるかもしれないし、何よりも正隆と一緒に生きていくっていうのが最優先事項だから、だから、うん、もっと考えを柔軟にして結婚も視野に入れつつお付き合いをしていくっていうのはどうですか？いや、素晴らしい、年下とは思えない。いや、ほんとそうだ、お互いこれパトマイム、パトマイム正隆が真面目に語ってる間にお互いさ、お互いやっぱり柔軟じゃないといけないよね、柔軟に。おー、あー、逆だった一緒に言うんだよ、こうやって、おー、あれでこっちに行っちゃった